シドニー。シドニー。シドニーは、オーストラリア南東部、タスマン海に面するニューサウスウェールズ州の州都である。オーストラリア最大の人口を有し、南半球を代表する世界都市及び金融センターである。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて、世界16位の都市と評価されており、同国及び 南半球の都市として主位である。人口は2016年時点で500万人を超えている。都市圏人口は410万人であり、世界104位、オセアニアでは主位である。オセアニアを代表する国際的な観光都市でもあり、海に臨むオペラハウスなどが著名で、世界で最も美しいと言われる都市の一つである。 3 0 0キロメートル南西に特別区である首都キャンベラが所在するが経済や文化の規模ではシドニーの方が活発である。それもあってかシドニーがオーストラリアの首都であると誤解するものも少なくない。2000年には夏季オリンピックであるシドニーオリンピックの開催地となった。シドニー湾沿岸には少なくとも4万年前からアボリジニが定住していた。 ヨーロッパ人の関心がこの地域に向かうのは1770年のジェームズ・クックによるポート・ジャクソン湾の冒険の後である。イギリス人による最初の入植は1788年1月20日でアーサン・フィリップスを特によってこの小川に近いイリエノ湾島はオーストラリア最初の植民地として定められた。フィリップは当初この地をアルビオンと呼ぶ意向であったがシュドニー・イリエに由来する シドニーが一般的に用いられるようになった。シドニーイリエはクックの命名で彼の講演者であったシドニー教、シドニー子爵トマスタ・タウンゼントにちなんだものである。このことは植民地解説の特許状がシドニー教の圧戦で交付されたことに由来すると思われる。新植民地の初期の人口は1000人を超える程度で、当地は流刑植民地であったことから、 その大部分は囚人であった。1822年にはすでに銀行、市場、発達した道路網、警察隊を備えた町となった。1833年、町の行政は3人の行政官の手に委ねられ、1842年には自治体となった。1847年には囚人が人口に占める割合はわずか3.2%にまで低下した。 当時シドニーにはヨーロッパより州ごとに船が来航し、イギリスや他のヨーロッパからの移民が到着した。囚人の人口が減少するにつれ、商業活動が活発化した。1850年にはオーストラリア発の大学であるシドニー大学が創設され、さらに1855年にはシドニーと西高のパラマタとを結ぶ鉄道が開通した。 1883年にはシドニー及びメルボルンを結ぶ鉄道路線が開通したものの、両植民地の鉄道機関は異なっており、直通路線の開通は1962年まで待たねばならなかった。当初、レンガ製造と製材に限られていた第二次産業の発展はニューサウスウェールズ州の自由貿易政策が現地工業の確立を阻害したため父としていた。 1901年の連邦成立後、自由貿易政策は否定され、各州間の緊密な連携のもとに、州間交易が著しい進展を示した。シドニーは19世紀前半までは、オーストラリアの6つのイギリス植民地の中心として、名実ともに最大の都市であった。1851年にニューサウスウェールズ州及び、 ビクトリア州で金が発見され際のゴールドラッシュが起こると、シドニーの人口は急激に増加し、急速に工業化が進んだ。だが、ゴールドラッシュ及び、イギリス本国との間の体験航路において、メルボルンの方が高一で、あ、ことも加わって、メルボルンが発達の速度を速め、19世紀後半には、シドニーは第二位に交代した。この頃からシドニーとメルボルンとの間で、 伝統的な敵対関係が存在し、メルボルンはオーストラリアの最大都市かつ最も裕福な都市となっていた。1901年にオーストラリア大陸の6植民地が連合して、オーストラリア連邦が成立すると市とは最大都市メルボルンに置かれたものの、この頃からシドニーは再び勢いを増していき、20世紀初頭になるとシドニーはメルボルンを人口で追い越し、 それ以来現在に至るまでシドニーは国内最大の都市に君臨し続けている。1970から80年代、オーストラリア準備銀行やオーストラリア、証券取引所と共に、シドニーの CBD は明らかに国内最大の金融都市となってメルボルンを追い抜いた。都市圏の拡大と共に人口の公害化が進み、都市圏の生誕は都心から 60km 以上も離れた。 ブルーマウンテンのふもとにまで達している。20世紀全体を通してみると、第二次世界大戦後の10年間を特に顕著とし、ヨーロッパやその後のアジアからの移民が増えるにつれて、シドニーの都市圏は拡大を続けた。シドニーの特徴である多様で、国際的な雰囲気は移民によってもたらされた文化が主な要因である。シドニーはオーストラリア大陸南東岸のポートジャクソン湾。 シドニー港及びボタニー湾に面し、カンバーランドまたはシドニー盆地と呼ばれるサラ城の大地の東園に位置する。オーストラリア全般に見られる人口分布型の一特徴として、少数の大都市及びその周辺に人口が極端に集中することを挙げられる。シドニーの場合、大陸最初の植民地として重要性が高く、港湾や倉庫といったインフラ整備が 国内の他都市に先駆けて行われたことに起因している。シドニーは主たる港湾都市として国内経済の中心となったのに伴い行政の中心ともなった。シドニーの市街地はポートジャクソン湾南岸を起源とし、主たる商工業地区もこの地域一帯に広がる。市街地の大部分は丘陵上に発達し、特に湾に面した地域では短く急な坂道が多い。 シドニーの海岸線は、低木の茂る険しい岬及び三日月型の砂浜が交互に連なり、岩石大地、石湖、砂子、陸系島などが特徴を添えている。四方は壮大な大自然に囲まれており、東に太平洋、西にブルーマウンテン、北にホークスベリ川、南にロイヤルナショナルパークがある。多数の入江や海岸も存在し、ボンダイビーチは、 特に著名である。市外に面するポートジャクソン湾は、リアス式海岸であり、世界最大の天然の入り江とされる。近年は、シドニーの沿岸に生息するクジラやイルカの数も増え、湾内で、出産や滞在をしたり、オペラハウスの真横など湾王で確認されることも増えて、来ている。自然災害である地震は、人体では、感知できない、無感地震を除いてほとんどない。 欠編の気候区分では、温暖湿潤気候に属し、年間平均気温摂氏18.2度、降雨は1年を通じてある。トロピカルサイクロンを受けることはない。干ばつと森林火災が発生した場合や、反対に嵐や洪水が発生した場合、エルニーニョ、南方振動の影響を受ける。冬季は温暖で日中でも摂氏15度前後まで上がる。 朝晩は5度以下まで下がることは稀であり、観測史上最低気温は1932年6月22日の摂氏2.1度と高い。しかし、内陸部はより冷え込み層が降りる気温まで下がることも、ある。夏季は沿岸部では、日中でも26度前後、朝晩は18度前後と下がり、温和であるが、 内陸部は時に内陸部の砂漠地帯からのフェーン現象による影響で酷暑となることがあり、シドニー郊外の内陸にあるペンディスでは1月の平均最高気温は、シドニーより4度も高い摂氏30.8度となっている。近年は酷暑となることが多くなっており、2018年1月7日の気温は47.3度を記録。 1939年に記録した47.8度に次ぐ暑さとなった。シドニーは商工業、金融及び交通の中心都市であり、2008年時点の域内 GDP は2130億米ドルであり、世界第28位であった。2017年の調査によると、世界8位の金融センターであり、南半球の都市では1位である。 オーストラリア証券取引所 ASX やオーストラリア準備銀行場多数の国内大企業の本社が所在する国内最大の雇用を生み GDP のうちシドニーは25%を計上しその経済規模は国内最大である平均家計所得は国内諸都市のうち最も多く失業率は2004年時点で4.9%であるシドニー ポートジャクソン港はニューサウスウェールズ州の貿易の大部分を担っている。主要輸出品目は羊毛、小麦、小麦粉、洋費及び肉類で輸入品は機械類が最も多い品目である。国内や州内からの主たる輸入品は石炭、木材及び砂糖である。シドニーは世界最大の原毛市場であり、ニューサウスウェールズ州の羊毛の3分の2は、 シドウ港から積み出しされる。同港は造船、修理の中心でもあり、大型船舶も収容可能なドックを有する。オーストラリアの産業界において、メルボルンと共に、シドニーが突出している理由として、原材料調達の容易性を一員として挙げられる。シドニーは消費財を中心に、ニューサウスウェールズ州の工業生産校のうち、約半数を生産しており、製材、造船、 科学、農業土木機械、電気機械及び石油生成といった工業が発達している。2006年国勢調査によれば、シドニー都市圏の人口は364万1422人で、シドニー統計区域の人口は4119190人であった。統計区域は成長を加減して算出された推計値を元にしたため、 都市圏よりも人口が大きくなっている。シドニー市内の人口密度は4023人、軽平方メートルで国内最大である。市民は一般的にシドニーサイダーと呼ばれる。2006年国勢調査によれば、シドニー居住の民族としては主にイングランド系、アイルランド系、スコットランド系及び中国系であった。また、先住民アボリジには、 全体のうち2%、海外首相者数は同じく31.7%であった。主たる移民の出身国は、イギリス、中華人民共和国及びニュージーランドである。また、ベトナム、パキスタン、レバノン、イタリア、インド及びフィリピンからの移住者数も多い。英語を第一または、第二言語としている市民が多いが、アラビア語、レバノン系が優勢、中国語、 ほとんどが北京間は、上海語、関東語、イタリア語話者も多い。シドニーは、世界でも高度な多文化都市であるロンドンやパリよりも、海外からの移住者が多く、移住者数は世界第7位である。宗教は2006年国勢調査によると、調査対象者のうち64%は、キリスト教、と、14.1%は無宗教、10.4%は、無回答。 3.9%はムスリム、3.7%は仏教徒、1.7%はヒンドゥー教と、0.9%はユダヤ教徒であった。また、住民の平均年齢は34歳とはかく、65歳以上の高齢者層は全体の12%であった。シドニーでは多くの異色な祭典やオーストラリア最大の社会、 文化的なイベントが模様される。例えば、毎年1月に開催される国内最大の芸術祭であるシドニーフェスティバルや1973年代続く現代アートの祭典であるビエンナーレオブシドニー、ロックフェスティバルのビッグ、デイアウト、オックスフォードストリートのゲイレズビアン・マルディグラ、シドニーフィルムフェスティバルをはじめとする多くの映画祭。 シドニーオリンピック公演のシドニーロイヤルイースターショー、オペラハウスにて開催のオーストラリアンアイドル、決勝戦、毎年4、5月に開催されるオーストラリアンファッションウィークがある。また、大晦日やオーストラリアの日の祝典は国内最大である。シドニーにおいて文化における重要性が高いのがスポーツである。中でもイングランド伝来のラグビーリーグは最も人気の高い。 スポーツである、オーストラリア及びニュージーランドのリーグ戦であるナショナルラグビーリーグに参加する国内16チームのうち9チームがシドニーを本拠地とする。他にもシドニーを本拠地とするプロチームとしてバスケットボール、ネットボール、ラグビーユニオン及びクリケットのチームが存在し、各界においてシドニーはシドニースピリット表現される。このか、オーストラリアの国技である OG フットボールやサッカーのプロチームもシドニーに所在する。ナショナルラグビーリーグをはじめとする大規模なスポーツイベントはシドニーオリンピックのメインスタジアムであったアンズスタジアムで通常開催される。他にもヨットレースのシドニーとホバートヨットレース、競馬のゴールデンスリッパーステークス、マラソンのシティトサーフといったイベントもシドニーで開けされる。 クリケットの国際試合を多数開催し、オーストラリアンフットボールのシドニースワンズの本拠地でも、あるシドニークリケットグラウンドは、長らくシドニー最大の競技場であった。しかし、2000年のシドニーオリンピック大会のメイン会場として、シドニーオリンピック公園に建築された、当時国内最大のアンズスタジアム、名称はネーミングライツによる。今年当時は、 スタジアムオーストラリアにその座を取って変わられた。プロテニスシドニー国際も開催される。シドニーの主な日刊誌には、シドニーモーニングヘラルド及びザ・デイリー・テレグラフの2誌がある。前者は高級誌であり、報道内容は国内外のニュース、文化及びビジネスと広範囲にわたる。現存する国内最古の新聞であり、1831年以来、 発行を続けている。後者はニュースコーポレーション参加のタブロイドである。テレビ放送局は公共放送及び民間の放送ネットワークに対別できる。公共放送は ABC 及び SBS の2局がある。民間ではセブンネットワーク、ナインネットワーク、ネットワーク10及びの4ネットワークがある。シドニーで最も有名な歴史的建築物は 共に、世界的知名度を誇るハーバーブリッジ及び、シドニーオペラハウスである。その他、南半球で2番目に高いシドニータワー、シティ中心部にあるクイーン・ビクトリア・ビルディング、略称、QVB などが有名。ダーリング・ハーバーも人気の観光地である。中心部から南に8キロメートル離れた、ボンダイ・ビーチは、シドニーで最も有名なビーチであり、特にサーフィンのメッカとして知られる。 一般的に単一都市として理解されることが多いシドニー、大都市圏、メトロポリタンエリアは統計上の範囲として設定されているものであり、それ自体は自治体ではない。基礎自治体は大都市圏内に38ある地方、行政区、ルケス、ローカルガバメントアリアスであり、個々の地方行政区は歴史的経緯を踏まえ、しばしばシシティと称する。こうした 地方行政区の一つであるシドニー市シティオブ・シドニーはシドニー湾に面した高層ビルが集中する CBD 周辺の都心だけが地域である。観光地ともなっているは広域のシドニー大都市圏ではなくこのシドニー市の市長者である。ただしこのシドニー市の市長はオリンピックのようなイベントの際には議礼上大都市圏全体を代表するような役回りを果たすことがある。 一般的にシドニー所在だと認知されている施設のうち都心にあるもの以外はシドニー市ではなく別の地方行政区に所在するものである。例えばタロンガ動物園はモスマン、シドニーオリンピックの主会場はオーバーン、ボンダイビーチはウェイバリー、シドニー国際空港はターミナルがボタニーベイ市、滑走路の先端はロックデイル市にある。ここでは 英語の正式名称に、シティと関する地方行政区だけを、市と訳しているが、シティではなく、カウンシル、ミューニシップルカウンシルなどと称する他の地方行政区も、一般的には、市と訳されることが多い。シドニー大都市圏全体に関わる行政は、公共交通機関の運営、主要道の整備、交通の制御、警察、中等教育以上の教育、 主要な社会資本の整備計画など、ほとんどをニューサウスウェールズ州政府が管轄している。元来、州の人口の大部分がシドニー大都市圏に集中しており、州政府の行政機能も大部分がシドニー大都市圏に関わるものになっていため、州政府から分離した大都市圏を単位とする行政体の創出には、州政府が消極的である。シドニーには、 複数の有名大学がある。1850年設立のオーストラリア初の大学であるシドニー大学に加え、オーストラリアカトリック大学、マコーリー大学、ニューサウスウェールズ大学、シドニー工科大学及び西シドニー大学の計6校が公立大学である。また、ノートルダムオーストラリア大学及びウロンゴン大学のキャンパスも市内にある。オーストラリアには、 中等後または第三次教育で一般的に職業教育を行う教育機関としてタフと呼ばれる教育システムが存在する。このうち複数のキャンパスを持つ公立校としては4校がシドニーに所在する。シドニーは高速道路、鉄道及びフェリーの広範囲な交通網を有する。市民の主な交通手段は自動車である。 シドニー都市圏を環状に形成するメトロードは交通の流れを円滑にし都心部の渋滞を解消するため特に重要な道路網である。ニューサウスウェールズ州政府の高企業であるシティレールは国内では他にメルボルンのみが持つ地下鉄を有する。ただし、これは純粋な地下鉄ではなく都心部では地下を走り近郊では地上を走る複合型の鉄道網である。 都心部の CBD 内では、環状を運転するため、シティサークル、シティサークルと呼ばれる。ただし厳密に言えば、東京の JR 山手線のように同じ列車が何周もするわけではなく、各列車はシティサークルを経由する形で郊外と都心を結ぶ、運行を行っている。2000年のシドニーオリンピック以後、シティレールの業績は著しく低下してしまう。これに対すべく、 2005年にシティレールは時刻表を再編成し列車の運転士の雇用を拡大した。シティレールの大規模なインフラ計画は2010年に完了する予定である。路面電車は1960年代に一度廃止されたが1990年代にライトレールとして復活した。現在では市民の足として利用され延伸計画もある。バスは 都市圏の大部分のエリアを網羅しており、大部分の路線は1961年以前の路面電車の運行ルートに沿って運行する。州内及び州外を結ぶ長距離列車、カントリーリーインクやパース行きのインデアンパシフィック号はセントラル駅を発着駅とする。同駅構内には高速バスターミナルが存在する。シドニー港の中心となるのはポートジャクソン湾だが、 南のボタニー湾にも重要な港湾設備がある。ポートジャクソン湾に面する都心近くのサーキュラーキーには国際旅客船ターミナルがある。また、サーキュラーキーからはマンディー、タロンガ動物園、ダーリングハーバー、その他住宅街を結ぶフェリーが発着している。ニューサウスウェールズ州が経営また、マンディー、タロンガ動物園などに向かう便はシドニーオペラハウスの目の前を通る。 また、ダーリングハーバーや西部の住宅地に向かう便は、ハーバーブリッジの下をくぐる。写真を撮るのにも持ってこいだ。国内最大の国際空港、キングスフォードスミス国際空港は、南部近郊のボタニーベーシマスコットにあり、ボタニーワンの北岸に位置する。国際線、国内線を問わずほとんどの定期便が発着する。同空港は、シティレールの路線が利用可能である。 公式日本政府観光楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。